能登半島地震の被災地で支援活動を行っている中国地方整備局の職員が帰還し、中間報告を行いました。作業員に水がかかると体温等も奪われて、すごく過酷な厳しい環境だったんですけれども、報告をしたのは家屋や河川などの被害状況を調査した緊急災害対策派遣隊の11人です。報告会では能登町で活動を行っていた隊員が住民からもらった感謝の手紙も披露されました。思うほどたくさん対応ができてはないという部分に関して、ちょっと心苦しいところは個人的にはあるんですけれども、中国地方整備局はこれまでに203人の隊員を派遣しており、現在も輪島市で12人が道路の被害を調査したり、珠洲市などで給水支援を行っています。